30分だけレゴしよう。30分だけ、うん、うん。やっぱね、夢中になるとすごく時間かかっちゃうから、うん、30分って決めてさ、はい、やるのもいいんじゃないかなと思って買ってきてもらいました。すごい一息で言った。時間もう始まってるってこと？そう、始まってる。おー、前回ね、レゴ生配信もさせてもらいましたけど、うん、これなんか好評につきテクニックってやつで、はい、なんか油圧ショベルっぽい、かっこいいね、なんかそう重機ね、これをちょっとやります。買ってきてくれました。はい、私の予定では花が手伝ってくれる予定だったから、あ、前回ね、そう、その見込みでやって持ってきたから、はいはいはい、すぐ終わると思ってたんだけど、うん、春菜はもう人間しか作らないっていうから、神様みたいじゃん。私は人間しか作らない。神。だから時間かかっちゃったね。うん、今回時間を決めてね、うん、測ってもらってますけど、ちょっとね、人間は入ってないかな。え？これすごい細かいね、パーツ。前回は簡単そう。前回よりは少ないね、ね、工程も。でも分厚い。レゴの説明書がいいよね。もう世界共通で、うん、もう本当に絵と番号だけだもんね。そう。文字はないんだけど、うん、でもこれ図解でわかる。これだけを飾ってもいいぐらいのなんか、そうなのよ、可愛らしさ、うん。やります。もう1分半経過します。はい、細かいパーツが多いね。どっちだろう。それがレゴです。あ、でもショベルっていうか、もうあの部分はもう出来上がってんだ。いいじゃん。バケットっていうんだっけ、バケット。マジ覚えましたよ。あ、覚えてる。重機の部分、うん、覚えた。バケットとか、すごいじゃん。アスタコとか。アスタコも覚えたの？覚えたよ。すごいじゃん。バケットホイールアスタカベーターみたいな。エクスカベーターね。でも覚えた方じゃない？今のも。いや、すごいよ。エクスカベーターね。エクスカベーター。うわ、そこ、まずそれやるの。スケール。はるかと一緒にいたらもう覚えますよね。嬉しいね。うん。これか、こっちだ。大きい。これちょっと一回閉めてくれ。さっきの、さっきのやりゃいい。そして。なくしちゃいそうだから。もうなく、細かいからね、うん。前回のその作ったレゴはどこに飾ったの？前回のは家のテーブルに置いてある。テーブル？その、うん、飾り棚的な？飾り棚にはちょっと、入らなかったから棚には置いてないんだけど、うん、テーブルってどこのテーブル？リビング？リビングの、そう。あ、じゃあお母さんも見えるともに、うん、そうそうそう、こっちかも。え、その順番とかあんの？作る、これじゃないの？それだと思う。でもここに刺すよっていう部品は、あ、どっちもじゃん。そうだね、どっちもなんだ。どっちもだ。手伝っても全然いいよ。いや、でもその前回もそうだったんだけど、うん、そのこのね、冊子が一冊じゃない。同じことをやることは無理なのよ。そうかな。パーツがね、ですよね。パーツがやっぱ一人用だから。話してる間に1個はるなさんに LINE していいですか？お、秘密のやりとり。やりとり。これね、鹿島がツイッターで、はい、つながった人なんですけど、え？あるちょっと画像をいただいたんで。画像？え、どういうこと、どういうこと。ちょっと送られてくるまでちょっと。うん、ダメだったらカットしてください。え、そんな？こんなに簡単に消化していいのかなっていう気もちょっとするんですけど、まあいいか。切りました。おそらく春菜さんが人生で初めて書いたファンレターのお返し。ええ？お、本当だ、私の字だ。
春菜さんが送った人の友達と羽島がつながって、はいはいはい、何それで、もしよかったら出てくださいって言ったんですよ。初めてファンレター、春菜がファンレター書いた人、うん、返信した方返信した人に会うっていうのやりたかったんですけど、ちょっと出演は NG だったんで、うん、現物の写真だけ送っていただいたんですけど、いや、本当申し訳ないんですけど、今その返信用の、うん、こうなんていうんですか、こう折ってあって、うんうんうん、返信用がついてるやつ、うんうん、はこう替えお返しできたりするんだけど、うん、その何も入ってなくて、うんうん、お返事くださいみたいのは、うん、やっぱちょっとなかなかできないっていうか、うんうん、でこう本当に最初のこう21歳って書いてるから、うん、返信に、うん、もう本当芸人始めて1年目だよね、うん、私20歳で養成所入って、うん、だから本当初めてとかもらった、そう、多分お手紙としてその切って貼って送ってきてもらった、うん、本当最初の頃のファンレターだから、私でも覚えてるのが、うちこの私まだ実家暮らしだったから、うん、で2階でおじいちゃんおばあちゃん住んでて、で2階にファンレターその持ってて、こう見ながら返信の封筒入ってたら、うん、こうやってお返事書いてたの。へえ。でもそれをこの残してくれてる人いるんだ、はい、ええー、一応流れを言うとですね、2003年頃にハリセンボンさんが出ていた光荘というネットの配信番組があり、はい、そこで春菜さんがファンレターをもらったことがないと話したらしいんですよ。はい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 。でその友人の方が、うん、その多分配信番組のコメントで、はい、私がファンレター書きますねってコメントをし、うん、すぐに書いた手紙。はあ、光荘でもね、12時ぐらいか夜の、うん、から朝の8時ぐらいまで、はい、ずっと生配信するやつがあったんですよ、月1ぐらいで。すごっ。西馬込にある一軒家行ってね、そう、お化けが出るっていう一軒家行ってすごい場所で、ね、そう、それでくれた方だらしい。だからまあその方的にはそのファンレターもらったことがないって話の優しさで送ってるから、私が初めて、なるほどね、だっていうことでは、あのおっしゃってた。なるほど、めちゃくちゃびっしり、いや本当嬉しかったんですよ、ファンレターもらうって、うん、芸人として知ってもらってるってことじゃない、うん、しかもこれはあの反強制的に書かせた感じあるけど、うん、でもこう好きでいてくれるんだっていうことだから、うん、ファンレターって、うん、ね、だからこうすっごいなんて書いたんだろう、ね、2枚重なってるから、そう、全容がねちょっとね見てる写真がなくて、でもプロフィールを別で紙で書いてるね自分で名前と年と好きな食べ物嫌いな食べ物、すいません何を書いていいのか分からず、かなりくだらないこと書いちゃいました、最悪ですね、すいません、こんな謝る本当に慣れてない、そうですね、すごいね、光荘で約束してくださった通りお手紙いただきありがとうございますみたいな書いてるわ、うん、まあっていうお写真をちょっといただいたので、へえ、すごいっすね。したいな。いやこうやって撮っといてくれてるのが嬉しいわ。ね。ね。はるか結構ね、前も話したかな、出待ちの方とか。ああ、うん、言ってましたね。ね、そのロックな女の子とか、うん、必ず来てくれる子とかね。うん。嬉しいよね。嬉しいね。あと20分ぐらいですね。あっ。そうか。あ、でもこう椅子できたよ。できてきてる、後ろの重積みたいな、あれも良かったね、愛車のさこれ見ると思い出すじゃん。いやこれオープンカーな感じじゃないからむき出しなだけだから、これ次の車、これ次じゃワンシーター一人乗り、一人乗り、あ、いいね、かっこいい、うん、そうね、結構見てくださってね、え、車好きの人、ね、そう、いつもと違う視聴者の方が、車好きの方とかが見てくださってね、うん、TT ロードスター、ね、皆さんに最後見ていただいて本当良かったよ、
そうね、やっぱかっこいいってみんなね、そう、多かったもんね、うん、意外だけど、うん、いいねっていう方も結構いらっしゃって、うん、ね、嬉しかったわ。なんかさ、その時にその何車で何聞いてんのみたいな話した時にさ、はいはいはい、TWICE さんとか、うん、聞いてるって言ってたけど、そうね、その車が TT ロードスターって言って、うん、TWICE さんの曲でね、 TT っていうのがあるから、うん、あ、そうですね、その小松さんがね、タグで TWICE ってね、そうだ、そっちも巻き込もうっていう何でも何でもタグそう、こうしてくれたけど、コメントでさ、それが受けるみたいなコメントも書いてくれてる人がいて、うん、で、私はでも嬉しかったの、そのトライスさんのこともね、うん、TT っていうつながりがあるっていうところで、うん、嬉しいですよ、うんうん、タグにトライスさんってつけてくれたのもね、うん、嬉しかったよ。ライブとかも行くんでしょ。はいもうね、ライブも行かせていただいて、うん、ほんと好きなのよ。うん、前からね言ってるよね、はい、もうなんかこう恋と一緒っていうか、見たいし、うん、会いたいし、うん、なんかこう知れば知るほどどんどん好きになるっていう。まだお通りじゃないですもんね。そう、私あんまりあんまりというか、うん、全く分かんないから、はい、その春菜にね、はい、教えてほしいなと思って、その魅力を。わかりました。別にね、強制するわけでもないですけど、うん、その何でもそうです、好きになるのは、うん、いつどのタイミングだっていいんですよ、うん、同じ地球に生まれて、うん、存在してくれて、うん、でも出会った、それでいいんですよ。好きになるタイミングはいつだっていいんです、うん、それを迎え入れてくれるのが、うん、トワイさんだったり、うん、レゴもそうですレゴもそういつ好きになったっていい、うんうん、だから、うん、いい、ちょっと伝えさせてもらって、うん、あのメンバーの方のこともね、うん、ちょっと春川には知ってほしい、うん、そう、メンバーの方がね全然わかんない。何人組だと思う？なんか結構多いイメージはあるんだけどね、7、8人ぐらい。あー惜しい、9です。あ、9か、はい、9ね。今日ちょっと説明させてもらっていい？すごいの持ってきてる。あ、何？うちわです。すごい持ってるじゃん。はい、これはあの私大阪で行かせてもらった、これはあのランダムのランダムで銀に包まれた袋に入って、うん、どのメンバーが出るかわからない、私はサナさん、うん、推しです。で9人組なんですね、トライスさんは、うんうん、で、20の、うん、まあ、お姉さん方ですよ。あー、そうか、はい、うん、JYP で、うん、お姉さん方なんですけども、うん、本当にね、9人、うん、もう歌とダンス、うん、もう素晴らしい、かわいい、かっこいい、綺麗、色気、うん、キレ、で、個性がそれぞれすごくあるのに、うん、シンクロしてめちゃくちゃかっこいい、うん、で、大人の魅力、うん、出まくってて、うん、で、その9人なんですけどね、うん、じゃあこれは大阪に行かせてもらったんですけど、うん、あのワンスデーって言ってファンミーティングがあったんですね、うん、その時のうちわ、うん、だから、まあ、ライブごとにうちわとかグッズは出るんですけど、うん、その時のうちわで一人一人ちょっと、でもあともう15分もないからね、うん、もうほんとお豆腐でも言うと湯葉、もう上の上積み部分ですけどもちょっとさらわしてもらいます。ちょっと声がよくわからない。だから深くはいけない、うん、15分だと、うんうん、本当はいっぱい言いたいことあるけど、そう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 、これこのナヨンさん、ナヨンさん、はい、うんうん、一番年上、韓国人の一番年上で、うん、もう歌がもうすごいのよ、うん、で、ソロでも、うん、パパッパッって、知らないですか？
ちょっとわかんない。ポップっていう、うん、ババッバッババッバッ、うん、いいね。もうね、なんかこうとってもね、いろんな自分の思ったことにこう素直、うん、でいたずらっ子な部分もね、うん、あったりとかして可愛らしいんですけど、うん、もうダンスもそれは もちろん上手いんですけど、うん、歌のね、なんかもう安定感と伸びと、うん、すごいんですよ。でね、このこジョンヨン、ジョンヨンちゃん、ジョンヨンちゃん、はい、ジョンヨンちゃんは、うん、ガールクラッシュって言われてんのよ。えっていうのもね、うん、その女性をもこうメロメロに魅了しちゃうっていう、うん、はいはい、ジョンヨンちゃんもね、うん、こうすごいかっこよくて、うん、でもメンバー思いでね、うんうん、でライブとかではでも結構なんだろう、またいたずらっ子な部分があるんだけど、うん、いたずらっ子多いんだけど、多いね、ライブだと結構海外だと、うん、この携帯で撮ってよかったりするんだよ、海外だと、うん、あ、そうなんだ。そうで、その海外の公演見ると、うん、結構お客さんに水ぶちまいたりとかして、でもお客さん嬉しいわけよ、そりゃ、うんうん、イエーみたいな、うん、大盛り上がり。ジョンヨンちゃんはその水ぶちまけるのが結構恒例っていうか、うん、やり慣れてて、うん、で他のメンバーの子とかにもやんなよとか、他のメンバーにもかけたりすんのよ。でも他のメンバービショビショになったりするんだけど、うん、他のメンバーの子にもちょっとやりなよみたいな、お客さんに水ぶちまけちゃいなよみたいな、うんうん、やったりするんだけど、他のメンバーはもうやった、うん、みたいな、恐る恐るみたいな感じでやるんだけど、うんうん、もうジョンヨンちゃんもブワーンってやる気持ちのいい女です、うん、豪快なんだね、はい、一人一人、これジヒョちゃん、ジヒョちゃん、ジヒョちゃんもその歌マジやばいんだけど、うん、その多分ジヒョちゃんの、まあ、音域もそのすごい、音圧もすごいんだけど、うん、でライブとかでもふわってもう魂揺さぶられるっていうか、うん、でもジヒョちゃんの歌の目の前にガラス置いたら割れると思う。それがうわっていうパワーの持ち主なんだけど、リーダーね、あ、リーダーの、そう、めちゃくちゃいい子で、うん、そのライブとかでこう見てたら、このオフってる時ないのよ、常に全力、もうハッハッみたいな、ふわーって感じなわけ、うん、で見てて気持ちいい人だなと思うんだけど、その SNS とかでグループでね、携帯の充電に見立てて、うん、5%、10%、120% とかこう表示が出てて、数字の、うん、で自分たちはそれに当たった数字のパーセンテージで踊るみたいな、うんうん、5% の人はなんかちょっとこう緩く踊るとか、120の人はブワーンって思いっきり踊んなきゃいけないみたいな SNS 動画があるんだけど、うんうん、ジヒョちゃんはいつでも全力だから、うん、自分がなんか 75%とかでも、うん、隣にいる 120% っていう人を超えちゃうぐらいブワーって踊んのもう数字関係ない女っていう、もう全力、素晴らしい全力ね、ジヒョちゃん、はい、あとデヒョンちゃん、デヒョンちゃん、もうね、ラップのもう名人なんだけど、うん、このね、肌の白さからあだ名が豆腐です、うん、美味しそうじゃん豆腐好きだもんね、豆腐、うん、湯豆腐だったら5丁いけるもんね、いけるいける、あだ名が豆腐ちゃん、豆腐ちゃんだ。日本でライブするときに、うん、ダヒョンちゃんは、うん、もうね、めちゃくちゃ日本語を勉強してきてくれんの。へえ。で、もう自らその日本語で一生懸命喋ってくれて、うん、で新しい言葉もなんか毎回覚えてきてくれて、うん、今回覚えた日本語は雨降って地固まるですとかで日本語でジョークも言ったりとか、うん、めちゃくちゃ愛嬌があって可愛らしい、うん、年下のね、 K-POP だとこうマンネラインとか年上の人とかのこうあるんだけど、うん、こう年下の子たちの中のね、うん、お豆腐ちゃん、お豆腐ちゃん、はい、ね、
ジェヨンちゃん、ジェヨンちゃんもラップめっちゃ担当してて、うんうん、めっちゃかっこいいんだけど、うんね、可愛らしさとおしゃれさと、うん、ティム・バートンの世界が好きなのよ。おだからうちらさ、そのディズニー映画のさ、うん、出させてもらったじゃん、うんうん、ティム・バートンの映画の、うん、だから私、あ、チェーンちゃんとつながったなって思ったあ、そう、見てるかもしれないもんね。そうなの、うん、日本語吹き替えは見てないと思うけど、うん、あいみょんさんのことが好きで、うんうん、あいみょんさんとお友達になってて、それぞれのインスタに一緒に遊んだ時の写真を載ってて、うん、本田劇場前とかで写真撮ってて、下北にマジおしゃれでマジかっこいいので可愛くて、このライブ見た時にうわっ、生で見た結構衝撃度、うん、高いチェヨンちゃん、チェヨンちゃん、はい、ついちゃん、ついちゃん、ついちゃんは9人の中で唯一のこう台湾の子なんだけど、うん、一番その年下で、うん、でもうほんとお人形さん、うん、かわいらしいんだけど、うん、結構天然なところもあったり、うん、ボソって面白いこと言ったりとかするタイプのついちゃんで、うん、もう生で見た時の本当に衝撃、ついちゃんもすごい、うん、で可愛くて、そのなんていうのかな、その上品さも、うん、気品さも兼ね備えてるけど、うん、ソロでやった時のこの力強さみたいな、かっこよさみたいなのも持ってるついちゃん、ついちゃん、だからさ、一人だけなのよ、台湾での人がね、うん、多国籍グループで、うん、で、自分の生まれ育ったところとは違う韓国でやってて、うん、で、メンバーもさ、韓国人と日本人の人、うん、いろいろ心細いこともあっただろうなって思うけど、うん、メンバーめちゃくちゃ仲いいから、うん、こう見てたら、うん、で本当に素敵なグループなんです。で最後こう日本人の方を紹介しますね。みな、うん、さんです。みなさん、はい、もうあのね、みなさんも本当に美しさったらないって感じ、うん、でバレエをやってて、歩き方、バレエをやってた方のこう特徴的なこうガニ股というか、うんうん、なのでそのペンギンって言われてるんだけど、うん、へ、その、ね、歌声もね、うん、もうこう優しく包むような上品さがあって、うん、でね、色気がすごい半端じゃないのよ、うん、ダンスもすごくて、うん、でこの間私そのスタジアムのライブ行かせていただいた時に、うん、ご両親を発見したんですね。え、まあ、今からちょっと怖い発言しますけれども、うん、分かるもん。その密着とかドキュメントとかで、うん、こう出てらっしゃったりするから、うんうん、あの結構私皆さんの親御さん知ってます怖っ家族もチェックしてる、家族も知ってますで皆さんのご両親いらっしゃったんだけど、うん、もう本当にその声をかけたい、うん、心の中では、うん、本当に娘さんを育てて、産み育てていただきありがとうございますと、うん、娘さんに我々元気いただいてます、うん、伝えたかったんだけど、うん、急に声かけられたら怖いだろうなと思ってそこは理性が止めましたね。そこはやめといたんだ、はい、正解ですね。でもお礼を言いたかった。なるほどね、はい、そしてももさん、あのちなみに皆さんもももさんも、うん、あの関西ですね、うん、関西出身で、うん、もうダンス、うん、半端じゃない、めちゃくちゃかっこいい。いろんなダンスにもチャレンジされてて、うん、まあ、今回のライブはね、海外のやつはこう動画にも出てたりするから言うけど、うん、ポールダンスも今回チャレンジしたりとか、とにかくね、人間ってこんな動きできんだっていう、うん、むちゃくちゃかっこいいのよ。でなんか関西の方だから、なんか一人でこう、うん、配信のライブとかやってる時は、うん、なんか関西のお姉ちゃんって感じで、うんうん、親しみやすさもあるね、うん、もうお菓子とかポリポリ食べながら、うん、そうなんやみたいな感じの、うん、親しみやすさもあるけど、もうバッ
キバキにかっこよくて、うん、でラップとかもかっこいい の、 そのちょっと鼻にかかった声がすごい魅力的だ、うん、ももさん、うん、そしてサナさんです。関西の方、もう、うん、全員関西の方なんだけど、うん、もうねリアコ製造機と言われるぐらい、え、何リアコでリアルに恋するおっていうぐらい、うんうん、めちゃくちゃ魅力的な方なんです。へすっごい無邪気で、うん、ご本人よくゲラなんですね、うん、おばあちゃん譲りのゲラでよく笑う、うん、で可愛らしさもあり、30分です。可愛らしさもあり美しさと色気と上品さと、うん、でなんかファンの方に対するなんかもうそれやられたらファンはたまらんですよっていうこともね、うん、ちょっと語り尽くせないよ。もうレゴ終わんないよで今回そのねレゴ、そうレゴもあんのよ。え、この皆さんが、うん、皆さんが自分レゴ作るの好きなの。あ、そうなんだ。皆さんがレゴ作るの好きで、うん、一人で結構作ってんのよ。へー。だから私はそのまあ一人でね作るのが好きみたいだけど、うん、私はこうレゴを作ってる人の横で、うん、レゴを作ることを、うん、邪魔せず推奨してますよっていうところ見せたかったいや、めんどくさいだけでしょ、彼は。違うの、そのめんどくさいとか言わないでちょっと伝わっちゃうとまずいから、まあ一人で作るのが好きなんだけど、うん、だからレゴ作ってる人を見るのも私好きですよっていうことをちょっと伝えさせてもらう。じゃあレゴ配信見てくれるかもしれないね。ねえ、見てほしいな。ほんとなんか人が作ってるレゴとか見るの好きなんですよなんで、はい、ちょっと足りないよ。でももう30分って決まった。アクリルスタンド、7月にミサモでアルバム出すんで。ミサモ、あ、みなさなももでみさもというユニットでやってます。そうなんだ。はい、そうですね。載せられるんじゃない？あ、レゴと、あ、レゴとみさものコラボだ。コラボだ。こっちからみさもになってるよね。みさもだ。どういう終わり方だ。もっとマジでいろいろあんのよ。うん、お酒みんな好きだったりとか、お酒飲むところが見てて気持ちいいし、うん、宿舎にめっちゃ酒、冷蔵庫の中に酒入ってるとか、うん、言いたいこといっぱいあるのにちょっとまたチャンスください。レゴも終わってないですけど、どうします？レゴはまた今度にしますか？また今度やりますか、続き。そうですね、もうちょいかかりそうだもん ね、このパーツ。話聞いてたら何作ってんのかよく分かんない